大最後問7からです河川部分アメリカ大陸のメキシコ高原で栄え1521年にコルテスによって滅ぼされた国を次の1から4のうちから1つ選べとこれは中米中南米で栄えた文明の話だねいつも通りちょっと選択肢だけ削っておくとこの番はちょっと違うね漢字で書いてる人はこれ中国とかアジアっぽい感じがします なので234が残ったわけねんけどこれわかるかなちょっと難しいという人も多いんじゃないかなと思いますアメリカ大陸中米中南米で栄えた文明を整理しておきましょう 大きくくつの文明を押さえて,おいてください。まず1つはマヤ文明ですこれは歴史としてはかなり他の2つの文明帝国に比べると古くなってきますメキシコのユカタン半島を中心に発展をした文明ですユカタン半島ってどこかというとここら辺ねこの半島ですそしてこの文明の特徴っていうのは石器の活用にあります 例えば日本とか中国とかどこの文明でも基本的に石を使った段階から金属を使う段階に変わっていくんやねやねんけどこのマヤ文明ではずっと石器を使い続けた石の利用がとても発展をした文明でしたなのでこういった石像が見つかるものもものすごく芸術的に完成度の高いものが多いんですそれ以外にもこのマヤ文明というのは 太陽天体の動きとか暦に関してものすごく高い文明を誇っていて二十神法であったり太陽暦今でもカレンダーで使われていますこういったものが発明されましたそして続いてアステカ帝国これはメキシコ高原に成立をした帝国ですなのでここ今のメキシコの辺りやねこの帝国とそして次のインカ帝国もそうやねんけどこれは後から入ってきたスペイン人によって滅ぼされました なので、それぞれの文明の地域とか特徴を覚えておくのも大事やねんけど、問題でよく出てくるのはこの人たちやね。アステカ帝国はコルテスによって滅ぼされた。インカ帝国はピサロによって滅ぼされた。これを関連づけて押さえておくようにしましょう。そして最後のインカ帝国っていうのはアンデス地域なので、ここにアンデス山脈っていう細長い山脈があるよね。 南南アメリカ大陸を南北に走る細い山脈まあこの地域にインカ帝国っていうのが出来上がりましたここの有名な遺跡としてはマチュピチュっていうのが出てくるんやねそれ以外にもこのインカ帝国の面白い特徴としては文字がなかったんやねこのインカ帝国もアステカ帝国と同じぐらい続いたので15世紀とか16世紀ぐらいとかにもあったんやけどその時代になっても紐を使ったキープというものを文字の代わりに使用していました このインカ帝国っていうのも同じスペイン人のピサロによって滅ぼされてしまってますなので1521年にコルテスによって滅ぼされたのはアステカ帝国やね問い7の答えは3番になってきますそれでは続けて問い8いってみましょう下線部分1848年のフランスの様子について述べた文として適切なものを次の位置から読んで 選んでくださいと、えままずこういうふうに年号を言われたらえヨーロッパの場合はどういう時期かっていうのを思い出せるようにしてくださいえこれはさっきやったドイツのところと一緒の時期なのでま14848年ってなるとウィーン体制の頃やねウィーン体制の頃のフランスはどういう状態でしたか選んでくださいという問題ですえまずはいつも通り消去法でやってみましょう まずこれはちゃうやろうっていうのわかるかな難しいよね見てったらこの3番グラックス兄弟は古代ローマの人やろうっていうふうにこう削っていけるんやけどなかなか難しいと思いますやっぱりここら辺の時代についてはしっかり把握をしておく必要があるんですウィーン体制のもとフランスはどうなったかっていうとまフランスっていうのはナポレオンが 皇帝になって訂正というのを行っていましたんやけどフランス革命戦争によってナポレオンが敗れたことで再びブルボン王朝という王朝が復活していましたところがこれが早々と1830年7月には7月革命という革命が起こって滅ぼされてしまいますそしてルイ・フィリップという人が王位について7月王政というのが成立をしました これが1830年のことです。この7月革命が起こったことによって、また革命の波が周りの国に広がっていくよね、特に大きかったのはベルギーの独立を促したり、周りの国にたくさんの影響を及ぼしました。 えそしてこの問題になっている1848年、まこれはできれば年号も覚えといてほしいんやけど、えこの時には2月革命っていうのが起こります、ま7月王政で確かにこれまでのブルボン王朝っていうのは滅んだんやけど、この7月王政を仕切っていた人たちていうのはブルジョワジーの人たちだったわけね、ブルジョワジーって何かって言うと、要はお金持ちです、大資本家です。 結局ここに書いてるような中小資本家今で言うとま中小企業の町の工場のおっさんとかまおばちゃんみたいな人たちとか労働者そこで働いている人たちはねこういった人たちはこの7月王政に満足していたわけじゃないんやねまなのでそういった中小資本家や労働者の不満を背景にまた再び革命が起こることになりましたえそれが2月革命えそしてこの2月革命の時には王政が敷かれるんじゃなくて また再びフランスは共和制へと変わっていきますなのでこれフランス革命の最初に共和制ができた時その次にできたのでこれをフランス第二共和制第二と言いますそれじゃあこのあとフランスはどうなったかっていうとこのフランス第二共和制もなかなか続かずなんとナポレオンの甥いにあたるルイ・ナポレオンこの人は後に ナポレオン三世と治ったわけやねんけどこのナポレオン三世が大統領に就任をしてまた帝政に戻す第二帝政というのを成立をさせましたまウィンター政下のもとそれの後っていうのはフランスはこういう変化まやっぱり革命の歴史をたどっていったわけやねなのでここで話を戻して問題を見てあげるとこれ一番やね二月革命により第二共和制が成立をした豊八の答えは一番になってきます ちなみに24も見ておくとイグナティウス・ロヨラを中心にイエズス会が設立されたとこのイエズス会ってどっかで聞いたことはないか小学校とか中学校の歴史で聞いたことある人もいるかもしれんけど フランシスコ・ザビエルっていうちょっと頭の毛の薄い人が日本にキリスト教を伝えにやってきたわけね。あの人が所属していたのがイエズス会です。このイエズス会っていうのはどういう目的で作られたかっていうと、宗教改革が起こってプロテスタントっていう新しい宗派がキリスト教の中に出てきたわけね。それに対抗してカトリックの人たちが作った、カトリックを広めていこうとして作ったのがこのイエズス会なんです。なので宗教改革っていうのは この1848年よりもっと前のことやね。フランシスコ・ザビエルさんがやってきたのはも,もっと前のことです。なので、この2番は違いますよと。そして、この問4の新教徒。これが、えっと、今言ったプロテスタントの人たちです。そして、旧教徒っていうのは、えっと、カトリックの人たちです。 この2つの間でユグノー戦争というのがフランスで起こりましたなのでこれも宗教改革の流れにあったことなので1848年よりさらに前のこと具体的に言うと16世紀の後半1500年代の終わりの方になってきますなので問い8の答えはやっぱり1番になるわけね問い9いってみましょう 河川部分、19世紀後半のロシアの様子について述べた文として、適切なものを次の1から4のうちから1つ選べと。今度はロシアについての問題になってます。ロシアについてはヨーロッパの歴史に出てくるところだけ公認について押さえておけばいいと思います。またロシアだけで勉強するってなると結構大変やからね。なのでこの問い球っていうのはうまく消去法でやってしまいましょう。 そうやって見てみると、19世紀後半のロシア。これはおかしいよね。趣旨学が体制されて、これ明らかにアジアの話、中国の話になっています。なので、4はバツやね。そして残り1、2、3を見ていくと、またおかしいのあるね。ドゴールが自由フランス亡命政権を樹立した。フランスって入ってるよね。なので、これもちゃうやろうと。そして、これ。 ちょっと難しいかもしれんけど、一番、これアメリカの話でね、フランクリン・ルーズベルト、これ大統領ですが、ニューディール政策を始めた。さらにこの時期っていうのももっと後の話になってきます。なので、えっと、この問い九の答えは二番へね、二十三に当てはまるのは二番になります。そして最後に問10、問い十河川部分、二十世紀初めに相対性理論を発表した人物を次の位置から読んで選んでくださいと。 まこれ知ってるる人は一発で選べよね。もうちょっと先に答え言ってしまうとアインシュタインさんですこういう芸術とか科学分野のことについては相対性理論アインシュタインこういうのをセットで覚えておくようにしましょう公認でもこういう風に大門の最後の方にちょろっと出てきたりしますちなみに残りの選択肢については必ず押さえといてほしいのはこのルソーさんやね社会契約説というのを提唱して アメリカの独立宣言であったりフランスの人権宣言にも影響を与えた人ですえ、そしてこのソクラテスさんこの人も有名やから聞いたことあると思うんけどこれは古代ギリシャの哲学者全然相対性理論とは関係ありませんえ、そして最後イブン・ハルドゥーンさんっていうのはこれはイスラム教の人ですまあそんな感じの名前ですよねイスラム世界で最大の学者と言われています メインは歴史になるんやけど歴史だけじゃなく思想とか政治までイスラム世界に大きな影響を与えた人物ですまでも問い重相対性理論を表した発表したのはアインシュタインやね